オース未来のチャンピオン、どうも人間です。ついにホーム解禁、翡翠のポケモンが使えるようになりました。そして僕は今回使うのは翡翠マルマインです。まだランクバトルで使えるわけでもなく、6月のシーズンも今まで通りのルールになると発表されていますので、使えるとしたら7月以降かなと思われているところですが、すでに送ることはできて、カジュアルバトルなどランクバトルでないルールなら遊ぶことができるので、今回このマルマインに触れるわけなんですが、翡翠マルマインの何が強いかということをお話ししましょう。まだ使ってないので何とも言いませんが、僕は原種マルマインよりもはるかに強いと思ってます。まず偉いのはタイプ、電気と草っていう2つのタイプはかなり攻撃方面の相性補完が良くて、この2つのタイプでかなり広いポケモンを相手取ることができます。もともとカットロトムが同じタイプを持ってますけど、カットロトムはちょっと素早さが中途半端だったので、受けると弱いこのタイプを持ってるっていうのはちょっと何とも言えないところでしたが、マルマインもう受けることなんて考えなくていいです。150という圧倒的な素早さがありますから、相手の上からこの数値を押し付けることができるというのは圧倒的な魅力。そして2つ目の強みは何といっても専用技、このクロロブラストですね。なんと草タイプでいうとハードプラントと同じ威力150、最高威力です。デメリットは自分が体力半分のダメージを受けるということで、徹底光線と同じですね。ただ全く同じ効果を持っている徹底光線より威力が10高く、これが電気タイプと内訳ができるというところにめちゃくちゃ魅力を感じてますので、今回は翡翠のポケモンが解禁されたということで、このマルマインどれぐらいやれるのか試してみたいと思います。はい、対戦で見つかりました。おおほほほ、すげえ、翡翠のポケモンいっぱい。ただやっぱ草と電気の技範囲ってすごいんだなって思いますけど、割と草と電気の技範囲があればかなり広く範囲取れてそうな感じがするので、ぜひマルマインから行きたいところ、今回メガネなので内訳ができるわけではないんですけど、今一つでもかなり削れるというパワーをうまく利用したいですね。で、ウィンディーもかなり相棒としてはいい感じ、オーニューラあたりに強く出たいですね。あとはスピンロトムのボルトチェンジ一つで崩されないように、ドオーかハピナスかどっちかが欲しいんですけど、ボルトチェンジだけ意識するならドオーなんかな。ただ地面の一環ありすぎてガブ一体がきつい。いやでもどうかな、よろしくお願いします。ガブリアスの地震は結構早めにマルマインに草テラスを切ることを意識すれば、地面タイプを半減するっていう状態でまた後出しすることができるので、結構早めに草テラス切って、まずくなったら逃げる、で後ろに草タイプ残しておくっていう、そういう動きにしようか。おあつらい向きにガチグマが来ましたね。ガチグマは今回の新ポケモンというか翡翠から送られてきたポケモンの中でもかなり強いポケモンですからね。 H130 って出力値持ってて、特防80あんのか。これ直近持ってたらすごく硬いと思うんですけど、ここで草テラスクロロブラストならば飛ぶんじゃないか君。さてマルマインの草テラスクロロブラスト受けてくれるかい。うわー、守る持ってる。守る覚えてるの。守るって普通ガチグマに覚えさせんの。このクロロブラストの弱いところが動画で露呈してしまった。あ、根性発動させるためなのか。あれ、ん、え、クロロブラストってさ、守るで防がれた時にあれダメージを半分食らうと思ってたんですけど、あれ、そんなことないの。あー、そうなんだ。ポケモン徹底攻略さんを見ながら話してたんですけど、多分ポケモン徹底攻略さんに載ってる情報があれなのかも、まだ追いついてないのかも。クロロブラスト守るで防がれてもダメージ食らわないんだ。知らなかった。でも草テラスクロロブラストここで打てたのでかいぞ。スピンフォルムのロトム、半減なんですけど、そう簡単に受かる火力じゃないぞ、メガネで。半減でこれよ。いや最高。あ、徹底光線と違う仕様なんだ。いやそこは僕完全に初めて知りました。面白、勉強になりますね。さて、ボルトチェンジの可能性もなきにしもだったんで、どう出したんですけど、あとどう出すことでボルトチェンジ打たれずに、直撃されるでしょうっていうところも大きいですね。さてと、じゃあここさすがに座られることないと思うんで、マルマインにそのまま公開未交換します。そうですね、ロトムが引いてくれるからマルマイン出しがいがあるぞ。ガチグマ、もう一度このユリタイムができるとはいいね。次はエナジーボールにとどめるか。そうね、もうロトムもう二度と受け出しできないし、ガチグマも直帰じゃなくて火炎玉ってことが分かったから、根性型ってことが分かったから、ここはエナジーボールでいいとは思う。あと相手テラス見てないところがちょっと心残りなんだけど、どうかな。
まあ、でもガチグマって結構広い範囲をカバーするテラスタイプにするのは難しいから、さすがに草を半減するようなテラスタイプは、まあ、あんまりなさそうだなと思うんだけどな。守るで技見れるのは偉いね。はい、エナジーボール見られます。メガネロも分かってるので、僕がこれでこだわったという情報まで与えてますね、うん、これは正直与えたくない。その代わりやけどダメージ1回食らってもらいますよと。さて、まあ、そのエナジーボールまだ引っ込む。草半減まだいるのか、違うな、ノトもお役ごめんだな。はい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 、いい感じじゃないか。一体でボロボロに切り崩してると。素晴らしい、いい感じ、まあ、ただガチグマが今回重たいので、マルマインなしでガチグマが相当厳しい、まあ、少なくとも削らなければというのは、まあ、覚えておきたい。ラブトロス、なるほど、まあ、ラブトロスは飛行タイプなので草半減なんですよね。ここどう出すの、あからさますぎるんでガチグマ合わされる可能性も十分あるんですけど、いやでもここエナジーボール押すのあまりにも勇気がいる選択すぎるな。いやさすがにどう出します。はい、あの丸前いないとガチグマに勝てないので、はい、ラブトロスの方も見たいしね。ここでテラス、おこれ飛行タイプとか捨ててくれるんならより通るけどね。マルマインがフェアリー、飛行タイプなくなった、マジこれはラッキーじゃない。もうなかなかなんかあれだな、余裕持ってる感じでかっこいいな、ラブトロス。しかもテラスタル似合うな、いいね。ラブトロスいいな。何覚えるか全然分かってないけど、バカ力からしてきたってことはあれだ、負けん気なのか。よかった今回天然で、っていうか負けん気ってことは威嚇も反転されるんだ。危ない危ない危ない、銅を出してよかった。今回銅をラブトロスに対してかなりいい一手だったかもしれない。これ自己再生をして大丈夫、アンコールとか覚えないこのポケモン。あ、とりあえず引いてくれてる、なんとか。でこっち裏が丸まいんなので、相手自信とかも、まあ、ちょっと押しづらいかな。根性込みだったら自信でも貫通してるかもしれん。可能性はありますね。ただ裏までもう見えてます、テラスも見えました。相手あれか、マルマインの火力がどれくらいの何か分かってないから、そのこだわってないかもっていうところまで考えて、電気弱点を消すこと考えてフェアリーテラスだったんだな。まあ、実はこっちメガネだったんですけど、マルマインのクロロブラストの威力がぶっ飛びすぎてて、ダメージ感覚が相手もあれだったかも、まだ正確に取れなかったかも。まあそうだよな、僕も新ポケモンのダメージ感覚まだ全然ないです。一回威嚇を入れつつ銅を残してあげるために出します、ウィンディ。うわー、から元気の火力やばい、威嚇入ったのに、マジ威嚇入ってこれ何回。ただここのエナジーボール大安定ですよ。ここでラブトロスなんて後出ししてミンシャイ吹っ飛びますからね。ガチグマはもらった、守るもったいないんじゃないの、やけどの体力。エナジーボールが、まあどっちにしろもう多分耐えてはないと思うけどね。まああんまり関係ないくはあるか、まあ、それならどれでこだわるか見えた方が確かに相手にとってはよかったかも。ただメガネエナジーボール、ラブトロスは耐えるんですかって話、耐えないですよね。ガチグマが耐えることにかけてますけど、お相手はもちろん吹っ飛びます、余裕です、直気じゃないならね。メガネ草テラス控えめエナジーボールですから、この火力は伊達じゃないですよ。まああとはエナジーボールでいいか。ちなみにラブトロスにどんぐらい入るんだろうね、ラブトロスの耐久ってどれぐらいのラインだろう。やっぱ純伝説だから硬いのかな。えか強エナジーボールで削れすぎ削れすぎ、オボン持たせてるのにこの耐久、この耐久というかこの火力というか、ラブトロスの負けん気ばかしからやばいなこれ。あ、そして静電気も発動してる。最後の最後までチョコたっぷりよ、ありがとう。ちょうどなんかあれですよね、翡翠のモンスターボールってトッポが刺さりそうなぐらいの穴が開いてるんですよね、確かね、上にね。はい、ということで
道で自信して、これは勝ちでしょう。じゃれつくは当たりませんまあ当たっても全然なんですけど、まあ、今回天然なんでね。くしくも物理ラプトロスを受けるポケモンとしても優秀でしたね今回。そうか、ラプトロスってこういう戦い方が主になってくるのかな。でも特殊方面も強いし、厄介ですね。強いタイプも強いし、ありがとうございました。トゲキッスタイプだもんな。はい、対戦手見つかりました。よろしくお願いします。割と今の環境を象徴するようなポケモンが並んでますけど、ドータくんが珍しいね。なるほど、今回マルマインから入ってウィンディーもかなりいけそう。あとは包みが厳しいのでハピナス、こんな感じかな。よろしくお願いします。これ魔剣気ドドゲさんちょっとやばいかもな。なんとかなるかな。サーナイト、まあサーナイトは全然大丈夫かな。今のサーナイトってどういう方が一番多いんだろう。とりあえず今回静電気は取られても別に問題なし、まあ、叩き落とすとかマジカルフレームとかかなり絡め手が多いポケモンなので、力で押すか。もうボルトチェンジなんてそんなさ、モザイクいらないよねちょっと野蛮すぎ通し方が。でもなんかいい気はするんだけど、まあでも今回ボルチェンの通りも相手のパーティー結構いい。ちょっとクロロブラスト、草テラスクロロブラストとかやりすぎ。さすがにサナイトが直帰かどうかとかボルチェンで見た方がいいか。スカーフ、相手スカーフ回避。特攻が下がった。なるほど。まあスカーフサナイトなのか分かったのは朗報。これ特攻ダウン痛いね。まあ、とりあえずスカーフサナイトなら、パピラスに対しては何もできない。パピラスに対して後出しするとしたら、ドドゲザンかマスカーニャ。これ、ウィンディーを宝冠読み交換とかしようかと思ったんですけど、そんな小細工するぐらいなら、両方に通ってるダイモンジここで打った方が強いのか。どうなんだろう。積極的に削れる時に削った方が強い説もある。まあ、あと、どうせムンファでこだわってるのは、もともとウィンディー出しとけばよかった説もあるな。ちょっとミスったかも。引っ込めて、まあ、今回一応ダイモンジをしました。達人の帯持ってるから、マスカーニャとか特に、痛いんじゃないの？いいですね。オッケーオッケー。マスカーニが助けじゃないなら、これでとりあえず1体もらった。こういうサイクル気味のパーティーを組んでいる人間としては、1体相手のポケモン突破できると、急に読み合いが楽になりますね。で、サーナイト。お、これはかなり困ってるんじゃない？天命サーナイト。ムーンフォースの特攻ダウン率がすごいことになるかも。ただトリックされても別に問題ない。ここ普通に素直にシャドーボールでいいと思うんだよな。サイコショックの方。なるほど。いや、結構強いね、火力。まあでも、サーナイトを突破できるんであれば、こっちも天の恵みが発動してる。相手のラス位置が鉄の包みじゃない限り、このハピナスの体力は重要じゃない。今回の範囲のために、卵を見切ってるからな。いや、包みだった時怖いけど、でもどうだ、確かにここ、サーナイトから入るってちょっと怪しすぎるか。例えばラセイチがドドゲザンとかだったらサーナイトから入るわけないんですよね。どう考えても。包みなのかな？残します、ハピナス。その可能性はある。ショック。いや、火力やばー。スカーフだけど、メガネじゃないけど、こんな火力出るんだ。まあ、神速押さないといけないか。まあ、そうね。さすがに通ると、祈って神速押すしかない、ここは。ドータくん。あー、なるほど。まあ、もちろんドータくんに神速は効かないですからね。何ドータくんなんだろう。今一番このパーティーにとって重要じゃないのは誰だ？とりあえず、ドータくん VS、ウィンディーの形を作れれば、フレアドライブは打たせてもらえる。ただ、お互いテラス隠してる状態か。ドータくんにテラス切られるとフレアドライブで足りるとも限らん。いや、でもさすがにこれ、マルマインが、マルマインがいらないと言わざるを得ない。そんなこと言いたくないけど。どう考えてもマルマインこれ相手のスカーフサーナイトも加味すれば全然出せない。あ、さっきの神速のダメージが小さすぎてハチモキバレてない。オッケーオッケーオッケー。電気？あー、電気浮遊で弱点なくすやつか。なるほど。で、鉄壁、お、これ来たんじゃないか。
壁ノータくんですって。相手の裏がサーナイトなんだとしたらさ、草テラスクロロブラストでドータくん吹っ飛ばしたら勝ちってことだよね。やるしかねえ。ここ相手サーナイトに絶対引けないから草テラスメガネクロロブラスト威力 150×1.5 かけ2。すごい、すごい倍率だぞ。どんな威力だ、これ。クロロブラスト当たる、命中 95% です。これは、当たったら吹っ飛ぶよな。すげえ。いやー、これ、見れてよかった。最高だ。これ、あれですね。こっちのハチマキが、新作のダメージが小さすぎてバレてなかったから、鉄壁を打ってもらえた。そこがすごいでかかった。電気テラスならもあって耐熱じゃなくて冬だからどう考えても。まあ、結構ウィンディーが圧力あったんだろうな。よし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 。いやー、これ、素晴らしい相打ち。もうこの上ないですね。さて、じゃあ新速でゲームを終わらせましょう。医学トレースされちゃったけど。まあ、変わらん変わらん。ハチマキ新速なんで。十分です。はい、ということで対戦ありがとうございました。クロロブラスト、いや、かっこよかったねまさかここで通せるとは思わなかった。いやー、最高の幕引きでございました。はい、対戦手見つかりました。よろしくお願いします。おー、なるほど。砂展開に対してさ、かなり強いんじゃない。ただ今回海竜重たいですね。クロロブラストを海竜に受け止められようもんなら、まあ、かなり重たい試合展開を強いられる。今回はクロロブラストブラブラストは慎重めに。で、まあ5つ目クレベースは対海竜といい、相手の砂展開といい、どちらにも重要な一体ですね。かつ相手が毒菱展開の可能性があって、羽ばたく髪にも強く出られる銅も欲しい。こんな感じでしょう。よろしくお願いします。いや、もうこれ丸マインでどれだけ削れるかに本当にかかってるな。丸マインのアタッカーとしての強さに相当頼り切ってる。こういう丸マインへの依存度が高い試合ほどポテンシャルが問われますね。エメラル、おー、名前の通り出てきましたね。なんか先発ヤミナミはさすがに壁っぽい印象があるので、変にクロロブラストで突っ込むみたいなことはあんまりしないようにしたい。まあ、同時に先発がヤミナミなのであれば、裏がカバルドンっていう可能性はちょっと低くなったように考えられるので、電気の方が通りがいいと判断します。10万ボルトかボルチェンかなんですけど、引いてそんなに強いポケモンいないし、とりあえず10万ボルトでいいか。壁、まあ一応読みは正解ですと。両壁アンコールイカ様みたいな技構成を想定します。であれば、もうこのまま10万ボルト連打でも全く問題ないと思う。はたき、あー、なるほど、はたきやんのか。メガネはたかれちゃった。なるほど、山でも10万でいい。ここボルトチェンジとか押す必要なくて、次相手見てから、まあ、メガネをはたいてもらったことをいいことに、ボルトチェンジで相手のポケモンを見てから有利な方に引いていくという動きを取りましょうか。ハウル、カバルドン、あー、これは裏あれなのか、ハカドッグなのかっぽいですね。相手が壁張ってるのもあって、さすがにクロロブラストとかもあまり現実的な選択肢じゃないか。ただここテラス切るのはありなんじゃないかな。多いけども、今回そうか、アクテラスなんだったな。アクテラスでお墓参りを半減する方が強いか。さすがに今回エナジーボールにしましょう。通らねー、ステルスロック。クロロブラストでもよかったかも。はい、まあまだクロロブラストを打てる体力なので、ここはクロロブラストですね。草テラスめっちゃしたいけど、爽快感だけ欲しがってしまうけど、勝ちのためには我慢。うん、でもクロロブラスト、クロロブラストが一番無駄なかったですね。ちょっと反省。自信、うん、ここ相打ち取れてたかもしれません。クロロブラスト、クロロブラストで。これクレベースから入るより、銅から入った方が強いのか。いや、クレベースでいいか。
クレベースで、まあ、雪なだれをするで一旦いいのかな。ちなみに雪なだれって高校になる技なんですけど、ホエールと優先度どっちが先なんだろう。え、全然知らないそこんとこ、わかんねえ。でもここあくびとかに甘えてくれるのであれば、オッケーオッケーオッケー、あくびで甘えてくれるのであれば鉄壁しがいがあるターンですね。鉄壁プレスで突破してしまえるなら、後ろのハカロックに対して鉄壁積んだ状態で対面作れるので、これはかなりいい感じなのでは。さすがに鉄壁積めば壁あってもプレス落とせるでしょう。うわマジ、いやでもここにテラスを切るわけにはいかなかった。後ろのあれなんだよな、アクテラスを隠したかったんだよな。まあ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 、一応あくびした後にホイールを押さざるを得ないっていう弱い動きは強要できた。でカバルドンが前にいるうちに再生したいので、まあ再生押すか。あとカバルドンを倒さずに砂を切らすっていうのも悪くない。まあ、素早さと珍珠抜かれてるから、あんまりあれか、砂かきを発動させないところまで持ってってもそんなにメリットはないかもしれないけど、いや持ってる痛いなこれ。とりあえず自己再生はするんだけど、地震で押し切ってくれっていう地震だ。うわー急所やめてくれその急所勘弁してください。うわー、いやお墓参りのターンにアクテラスを見せるっていうドッキリ要素でなんとかしたかったんだけど、それすらどうしようもない。アクテラス、まあここさすがに地震食らえないので、生で毒タイプの状態で地震食らえないので、アクテラスして呪いして相手が慌ててアクビとかで攻撃、あじゃないね、アクビとかで起点回避しようとしてるところをもう間に合わないぞって呪い連打するような展開に持っていくしかないのかな。さすがに地震で、いやーまあでも入るね、十分呪いはするんだけど、相手持ち物あれですね、なんだっけ、柔らかい砂じゃなくて、砂嵐が長くなるやつ。リフレクターがなくなって、さすがに自己再生しか押せないか。あ、ここアクビじゃなくて地震？お、いや、よいしょ。ちょっと、めちゃくちゃだよ、急所急所ってめっちゃなんか勝ち筋頑張って考えたのに全部水の泡だった。いや勝ち筋というか、全然最後カワルドンと1-1になったところ悪くなかったと思うんだけどね、条件的に。ただクロロブラストを信じるべきだった、僕はあれですね、クロロブラストを押すべきでしたね。ありがとうございました。はい、今回のぶっちゃけ感想のコーナーです。今回は2勝5敗でした。まあ、丸ワインちょっと厳しめ？いや、でも普通、原種丸ワインよりはるかに使い勝手良かったですね。今回は早いところから相手の受けが効かない火力でゴリ押すっていうところに主眼を置いたんですけど、やっぱり特攻種族値80っていうところがちょっと、厳しさあったかも。一応このポケモン、挑発とかリフレクターとか、まあ、電磁波とか、先発のポケモンが欲しい技をそこそこ覚えるので、その辺の技を覚えさせて、タスキ持たせて、自主退場技も兼ねてクロールブラストを覚えさせるみたいな、そういう感じの使い方の方が、まあ、しっくりくるのかもしれませんね。挑発、電磁波、ボルチェン、クロールブラスト、みたいな。まあ、でも今回はディンルーとかカバルドンを吹っ飛ばせるっていうところに、ロマンを感じて、控えめ、メガネ、草テラス、クロロブラストにしてみました。やっぱ威力は凄まじいものがありましたね。まあ、ただデメリットがでかすぎるので、威力150っていう威力はやっぱそう簡単に連打できるものではないなというふうに痛感させられますね。あと、カイリュウに対して4分の1ダメージ、マルチスケールも考えれば8分の1ダメージなので、カイリュウには結局ここまでやってもクロロブラストが安全に打てないっていうのも考えて、まあ、今作はカイリュウは本当に他のポケモンから頭一つ抜けて強いので、カイリュウがいなくなることはないっていうことを考えると、まあ今回僕が使った運用はそこまで評価できないかなというふうに思います。残念ながら一応ものすごい素早さから宿り木の種とかもできるんで、そっち方面も考えてみていいのかも。今回のメガネ型で言うと評価は星5段階中星2ぐらいだったと思うんですけど、他の方はまだ開拓が結構できそうなポケモンなので、イスイマルワインその
ものが弱いと判定するのはまだちょっと早計かなと思いますね。ただクロロブラストが一番映える刺さる使い方はこれかなと思ったので、こうしてみました。ボルトチェンジがね高火力で打てるっていうところも偉かったので、今回はサイクル寄りにパーティーを組んでみたんですけど、まあ、後出しするのにはなかなか耐久が低すぎるポケモンなので、一回何かの技でこだわってしまって次の技に打ち分けしたいから引くっていうタイミングがあまりにも弱いポケモンにはなってしまったかなというふうに思います。メガネじゃなくて命の玉とかの方が良かったのかな。まあ、ただそうなるとかなり捉えられる範囲が狭まってしまうので難しいところだなという印象ですかね。はい、ということで普段はここで後語りしてますけど、今回は後語りお休みします。まあ、ちょっとだいぶ試合数やっちゃって真夜中になってきちゃったから、次なる新ポケモンの研究に向けてしっかり休息を取りたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ワイタインゲンでした。バイバーイ。